池田隼人内閣の所得倍増計画は10年で国民総生産を2倍にする計画だったが、わずか4年で達成した。所得倍増計画の発表時、ほとんどの経済学者は非現実的だと批判し、マスコミや国民にも冷ややかな評価をされた。池田は全国を遊説して自信満々に所得倍増論を訴えた。キャッチフレーズの、私は嘘は申しません、は流行語になった。池田は東京オリンピックに合わせて公共事業に莫大な資金を投入。東海道新幹線や高速道路、郊外ニュータウンなど大規模な開発が行われた。池田は外交にも力を入れ、日本の先進国としての国際的地位を確立させた。また貿易自由化により国内産業が急成長し、特に家電と自動車産業が飛躍的進歩を遂げた。人づくりは国づくりを掲げた池田は、国民皆保険や児童扶養の実現、医学、理工系学校の増強、学習指導要領の制定を行った。